してね。こんにちは、アリサでーす。はい、皆さん、今日は何の日か知ってますでしょうか？知ってますでしょうか？そうです。ハッピーハロウィーン！はい、ということで、ドラフト会議が終わり、皆さん、この時期がやってまいりました。私ね、去年の仮装をつば九郎したんですけどね、今年は何にしようかなって思った時に、ライブで使った、この間ライブで使ったね、かぼちゃのやつがあったんでね、これに似合うメイクを今年はね、していきたいなと思います。かぼちゃ。どうですか？かぼちゃ。かぼちゃのこれ。ちょっとね、これに似合うハロウィンメイクをしていきたいなと思います。皆さんは今年なんかハロウィンとか仮装しますかね？私はですね、なんか渋谷がね、なんか今、ハチ公とかなんかすごい閉鎖されてて、私は全然渋谷ハロウィンとかね、行かないタイプなんですけど、私はね、家で一人で楽しむタイプということで、はい、今年も皆さんにね、ハロウィンメイク、私のね、ハロウィンのメイクをお届けしたいなと思います。それでは、レッツハロウィーン！はい、ということで早速メイクしていきたいと思います。ニキビができちゃったんですけどね。かぼちゃっぽいメイクって言ったらちょっとオレンジっぽくした方がいいのかな。ちょっと私今ね化粧しちゃってるんですけど、オレンジ味のあるメイクにしていきたいと思います。手直しぐらいなんでね、まずアイシャドウをめっちゃオレンジにしていきたいと思います。結構オレンジ塗れた。なんか画面ではあんま伝わらんかな。画面では結構伝わらんかもしらん。嘘やろ？ちょっと待って。多少やりすぎてもいい感はあるんで、ここら辺までオレンジで囲んでいきたいと思います。どう？わかりづらい？ちょっとめっちゃオレンジやねんけど。なんかさ、照明がさ、ないからさ、わからんよね。結構オレンジ塗りました。アイラインを塗りたいと思った。アイライン。最近アイラインをね、あんまり濃く引かないのにハマってまして。まあ、ハロウィンなんで濃く引いていきたいと思います。どう？結構引きましたね。かぼちゃっぽくなんかここら辺三角、ここ三角にしてやっていきたいと思います。三角形ってむずいな。縦振れんねんけど。はい、こんな感じです。これを塗りつぶして、あ、これ猫でもいいかもね。猫にするわ、ちょっと。どう？どうですか、これ。にゃー。かわいい猫にしていきたいんで、ちょっと今年は、かわいくいきたいですね。私は去年ね、結構バケモンの、ガチすぎるバケモンの、つば九郎だったんで、今年はね、やっぱアイドルやってるんで、今年からアイドルやり始めたんでね、ちょっと、その風潮は守りつつ、可愛いメイクにしていきたいと思います。地図メイク。ちょっとここら辺に、こういう感じで、デコにやって。とか。お、いいやん、いいやん、いいやん。こういう感じで。ここに、ちょっと。あー、ぽい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 。え、ぽいよ？え、どう？ちょっとぽいんじゃない？どう？え、どう？ぽくなってきたんじゃない？ちょっとぽくなってきたんで、仕上げに入っていきたいと思います。はい。トラッキーメイクの完成でーす。阪神タイガースはリーグ優勝して、セリーグ代表としてオリックスとね、戦ってますけども、0-8?8-0 でオリックスはね、完封返しして、今日から阪神は本拠地甲子園でのね、戦いなので、セリーグ代表ということで、
阪神タイガースをね、応援したいなと思いました。まあ、地元はね、オリックスなんでね、どっちも応援してるんですけどね。じゃあね、セリーグヤクルトファンなんでね、セリーグの阪神タイガース頑張ってくださいということで、今年のハロウィンは、トラッキーメイクしてみました。どうでしょうか？クオリティ的にさ、すっごい高くない？ちょっともうこれ化け物やけど。俺さ、結構絵の才能あると思うよね。このユニフォームはですね、私のいとこがね、阪神タイガースファンということで、こちらのユニフォームをね、もらいました。はい、そしてこちらの耳もね、もらいました。トラックダンス、スタート。はい、以上、今年の2023年ハロウィンの仮装はトラッキーくんでございました。どうでしたか？トラコダンス頑張って覚えました。はい、曲もね、前のオフシーズンお届けの動画から、ずっと作ってきて、ようやく世に出せました。まあね、ちょっと全然ね、ダメなとことかあるかもしれないですけども、阪神の皆さん、そしてオリックスの皆さんも、頑張ってください。はい、日本シリーズ楽しみにしてます。はい、本日も動画のご視聴ありがとうございました。以上、アリサでした。バイバーイ。バケモンすぎんこれ。